あともう一個すごい大事なのが、はい、ちょっと横向いてもらっていいですか。ここの丸みの高さがすごい大事になってきます、はい、ショートヘアっていうのは、はい、なるべくここふわっとさせた方がいいので分け目ちょっと変えても、あ、大丈夫、重さもそうなんですけど、この分け目変えてあげると結構ボリューム変わってくるんですよ、うん、ボリュームが変わるとシルエットも変わるので、うん、こうやって耳にかけて、うん、もみあげだけ一束ピョンって残しておいてあげます、うん、こんな感じで、はい、あ、めっちゃいい。